では早速始めていきましょう。まずは四つん這いの姿勢です。肩の下に手のひらをセット、股関節の下には膝をセットして背骨を長く保っていきましょう。まず右の足をお尻の高さにスッと持ち上げます。体を安定させたままかかとをぐーっと天井に蹴り出してみましょう。膝が落ちやすいので膝頭は固定しておきますね。さあそこから右の膝をそっと外側、股関節の延長線上に膝を向ける。ゆっくり戻します。繰り返します。吐きながら膝を蹴り出す、吸って戻る、吐いて横へ。右のお尻の外側を意識してみてくださいね。さあ5回いきましょう。1 2 3。膝が落ちやすいので気をつけて、ラスト4 5。 OK、 ゆっくりと戻します。さあ反対いきます。左の足をお尻の高さ、背骨は長く安定かけます。膝を股関節の横にスーッと蹴り出す、戻して、横にお尻の側面を意識、戻す。さあ繰り返します。ご自身のペースで大丈夫ですよ。体がぐらつきやすいので上半身は固定したままで股関節からの動きを感じてみて、さあ5回いきます。1 2 3 4、ラスト、ゆっくりとダーンします。さあこのままいきます。右足をもう一度お尻の高さにぐーっと蹴り出しましょう。背骨を長く保っていきます。さあそこから膝を折り曲げて膝を上にアップ、ぐっと強く蹴り出します。腰が反りやすいので気をつけてくださいね。腰骨安定かけたまま膝を上に持ち上げようとして、右のもも裏とお尻を強化していきますね。さあ5回、1 2 3 4 5、ゆっくりとダーンします。さあ反対いきます。左の足を強く蹴り出す、体が傾かないようにちょっと注意しますね。足の裏を天井に、さあ膝を上にアップ、ご自身の呼吸のペースに合わせながら胴体を安定させたまま膝をアップ。さあお尻に効いてきてますか。5回いきます。1 2 3 4 5、ゆっくりと下ろしましょう。ふう、呼吸入れますね。右の足を大きく前に出し体を起こします。両手ももをキャッチして胴体安定かけますね。体を持ち上げて、で不安定であれば左の足、後ろの足をぐっと強く蹴り出してみてください。さあ上に登ってダン、持ち上がりダン。さあこの動作繰り返します。体はまっすぐ伸びたままアップダン、アップダン、10回いきますよ。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10でうーんと動きをギリギリで止めます。両手はスッと掴んで体をねじる、吸って戻す、吐いてねじる、吸って吐いて。さあ10回いきましょう。1 2 3、体まっすぐ4 5 6 7 8 9、ラスト10。さあそっと両手はマットについて足を反対に入れ替えます。体を安定かけて、さあ行けるところまで体をぐっと押し上げる、ダウン
アップダウンアップ、体は上に持ち上げようとしてみてください。後ろの足で強くぐーっと上半身を蹴り上げます。10回いきます。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ナイン、ラスト10、ぐーっとギリギリでストップ。手を握り体をねじる、吸って戻す、吐いてねじる、吸って10回、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ナイン、テン。さあそっと足を置いて、左足を後ろに引いて、背中を背面を伸ばしながらダウンワードドッグでストレッチ。深く呼吸を、使った筋肉をじわーっと伸ばすようにして、もも裏、そしてお尻の裏が心地よく伸びるように意識します。さっと右足大きく一歩前に出し、足の甲を寝かせて、左のももの付け根の伸び感を感じます。上半身は上に導いてあげて、反対いきましょう。左足を大きく一歩前、体を起こして、体の中心からぐーっと背骨を引き上げて、深い呼吸。さあ程よく伸びて呼吸も落ち着いたら、そっと体を後ろに引いてお休みします。